ここの BGM めちゃくちゃかっこよない？どうも皆様こんにちは、カズヤと申します。ということで本日ものび太戦記 ACE の方続きをやっていきたいと思います。ついにね、敵の本拠地までたどり着きました。さあここからどうなるのか行ってみましょう。まあ前回ね、部下同僚か同僚の人がね、命を使って僕たちをここに招き入れてくれたんですけれども、あれなんでこんなメンバー少ないの？今回は動いてるみたいだぜ。この前みたいに時間稼ぎってことはなさそうね。このまま一気に最深部へ突入よ。うん。どうしたレイジ？なんだ？通信塔は、同僚がいるとこね。すまないがみんなは先に最深部へ行ってくれ。もしかしたら、本田がまだ生きてるかもしれない。どうだろうね、絶望的な状態で生きてるとは思えないけど。そうじゃな。わしも行こう。やっぱ二人はセットなんだね。お主らは先に言っといてくれ。なんならわしらが来る前に終わらせといてもいいぞ。おうよ、任せとけな。こんなの店の当番なんかより楽だぜ。それはないだろ。こうちゃんって言うじゃん、いつも。たけしって言うじゃん。俺ちょっと声似てない？たけし。しかしアリスさんとシャオムーンさんの二人で行くのは。そんなら俺も通信塔へ行くとするか。組織が違っても仲間を放っておくような真似はできないからな。かっこいいな、ブルース。私も同行するわ。おや、珍しいな、ジル。俺に惚れたのか。お、本人こういう時に使うのかしら。冬売り。これなんて読むの？結局わかんなかったな。ちゃんと見るべきだな。ええ、そうよ、ジル。あらら、ついに覚えちまったか。よく見なさい。通信塔へ続く道にエリア B と書いてあるわ。さっきのアナウンスで聞いたことが確かなら、ここに BOW が投入されているわ。もしかしたら近くに奪われたウイルスがあるかもしれない。そういや俺たちの任務はウイルスの回収と BOW の始末だったな。あ、そうなんだ。それとシオン、ホンダの話によればモモは、B4 階の独房に監禁されてるそうだ。モモちゃんか？わかりました。モモちゃんは助けに、私は独房へ向かいます。じゃあ3手に分かれるってことかな。あらあら、2人っきりになろうとする企みかしら。何言ってるんですか。その通りですよ。うふふ、私も独房に行こうかしら。なんだか面白そうだし。面白そうって。なあ、そのモモって誰なんだ？そっか。ヘリオスにさらわれた僕たちの仲間の女の子だよ。なに？女の子だぞ！これは助けに行かねば。シオンさん、俺もモモちゃんを助けに協力するぜ。ありがとう、アレックスさん。下心しかねえけどな。なら私も同行するわ。なんだ、フォンリン。お前が人命救助を選ぶなんて。そのアレックスという男があんたと同じ冬売り臭いからよ。ああ、もうこれなんて読むんだろう。気をつけな。いつフォンリンの蹴りが飛んでくるかわからないぜ。これコメント欄で教えてください。なんて読むの、あれ、冬売りって。それじゃあ他のメンバーは最深部へ向かってくれ。わかりました。つばシーンいたね。全然喋んねえからいないのかと思った。また3手に分かれるっていう。めちゃくちゃいるな、こうやって見ると。いすぎだろ。それじゃああとは頼んだぞ。ああ、任せてくれ。どうかお気をつけて。ああ、こっちの視点からなんだ。オッケー、じゃあ行こうか。ああ、出てきた、ケロベロス。本当に BOW 出てきたな。なんかいる。あ、出た、ドラコルル。お前が来んのか。ふん、やはり来たか、シンナどもめ。ドラコルル長官、お主ここにおった信頼エージェントをどこへやった？どこにもやっていないさ。あ、いるじゃん。え、もしかして洗脳された系？ホンダ！よかった、無事みたいだな。ちょっと待って、様子が変よ。アリスさん、早く僕を殺してください。早くしないと、別の門に、うわ、これ BOW 撃たれたやつじゃん。バイオハザードよくあるあるのやつじゃん。何を言ってるんだ、ホンダ。うわあ！あ。はっ！ホンダ！なんてことを。てめえ、あのウイルスをホンダに投与しやがったのか。貴様に言われた通り、ウイルスを改良して強化したら、こんな素晴らしい結果になったよ。つって、ドラコルル長官、バーン！って、やってくんない？感動の再会だな。ふははは。これ死にそう。ドラゴン超過死にそう。あ、死なないのかよ、お前。つまんねえ男だな。てか強そう。ホンダ
バイオハザードあるあるだけどさ、敵が自分に投与すると自我持ったまま戦うんだけど、仲間とかそういう一般人に刺された場合、自我をなくしてみんな襲うっていうね、よくわからないね。まあそういうなんか遺伝子操作とかしてるんだろうけど、まあ全部こういう強い技でいけばいけんじゃないかな。ホンダ今楽にしてやるぜ。そんな一瞬でそんな姿になるんだってかわいそうに。ホンダもうマジでピンポイントちょっと当たんない。それ当たる確率増やしてくれよ。いや強すぎだって、ダメージの9割以上持ってかれたんだけど一撃で。いやちょっとジル回復するのやめとこうかな。ちょっと回復アイテムもうないんだよね、あんまり。マジでずっと言ってるけど、このゲームで一番強いのはポイズンだと思ってるから。まあダメージはそんな多くない。あ、ありがとう。いやちょっと自我あるのかい。あー、ホンダこれで飯を食ってるんだ。ジルもなくなりになったけどね。なんかホンダのなんかゲットした。ホンダすまない、コナミ人じゃないか。俺が不甲斐ないばかりにお前を死なせるだけでなく、この手で殺してしまった。まあ殺す方が救いだったよな。レイジ、あやつだってあんな姿で生きることなぞ望んでいなかったはずじゃ。わしらがしたことはあやつへの最後の償いじゃ。くっ、エリオスめ、許さん、許さんぞ。ごめん、ダメだ、俺が読むと本当にネタにしかなんない、ごめんなさい。必ず滅ぼしてやる。戻りましょう、アリス。他のメンバーたちの安否も気になるわ。さっさとヘリオスをぶっ潰そうぜ、取り返しのつかなくなる前に。タラトゥストラカラタトルテ、何語今の。 B4 回ついたみたいね。おっしゃ、張り切っていくぜ。じゃあ頼んだよ、みんな。シン、冷静に行動するのよ。分かってますよ。フォンリーさんも気をつけて。あの子がサブノックで見せた異常なまでの強さ、一体何だったのかしら。それもう一回見せてほしいよな。この戦いでもう一度その力を目覚めさせれば、きっとヘリオスを。のび太くんの狂、狂乱とどっちが強いだろうね。狂乱っていうのか分かんないけど、ヒシャーのやつ、のび太くんのあれとどっちが強いかな。なんだ、なんか4つ部屋があるぞ。ももちゃん、あ、独房か。あ、一発で当てちゃった。シオンさん、ももちゃん、よかった、本当によかった。コスモスは、シオンさん、ごめんなさい。もも、実は。何も言わなくていいのよ、遅くなっちゃってごめんなさい。すぐに出してあげるね。開かない、やっぱり鍵がかかってるわね。このドアは電子ロックされています。解除には決められたパスコードを正確に打たないといけません。だったら壊すしかないわね。俺に任せな、我が愛しの原骨よ。死ぬわ、手骨折れるぞ。さすがに鉄の扉を殴ったら手折れるぞ。ダメです、パスコード以外の方法で開けようとすると独房ごと爆発しかけおい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 、ちょっと待って、ドラえもん。ねえ、機械のための世界を作るみたいなこと言ってたけどさ、バカ。大事なとこでマイクブチってなった。ママだけじゃなくて皆さんまでも。でもよ、諦めちゃダメ、きっと何か方法があるはずよ。このエリアをもっと探索しましょう、何か見つかるかもしれないわ。そうですね、シニー、ももちゃんもう少し待っててくれ、必ずそこから出してあげるから。うん、こことか調べたらなんか出なかったのかな。どこ調べてもももちゃんに繋がったのかな。まあ多分もう一つ部屋あったからそこかな。あそこあそこ、ここじゃないかな。あ、なんかあるぞ。主任、どうやらこれはヘリオスの情報やデータなどを記録する保存する HDD みたいです。基地内の重要なデータも保存してあるみたいです。もしかしたらこの中に独房のパスコードが保存されているかもしれません。そんな簡単なことここで見れる、ああ言ってるわ。でもそんな重要なデータが保存されているなら相当なプロテクトがかかってるんじゃ。ええ、かなりのやつです。でも僕だって博士やスコット君にいろいろ教わったんです。なんとかハッキングして見せます。君のスネオ君ポジションだったんだね。見つけたぞ、メナスども、今日こそてめえらの首をいただくぜ。アレス君は作業を続けて、ここは私たちを食い止めるわ。アレス君は足手まといだから、そこでいろいろやっといてよし、どうやら今ので最後みたいね。いや、これで終わりだったらちょっとつまんないぞ。
ああしんどかった。いや、やりましたよ皆さん、アクセスできました。本当にすごいわアレン君。独房のパスコードもバッチリ確認できます。それと解析中に他にも有力な情報データや項目を見つけました。十分に見る価値があると思いますので、そちらの方を目を通してみてください。これさ、ここのボスさ、コスモスじゃないよね。なんかそんな気がしてきたぞ。メナス D 独房パスコード、12、あ、いえ、ちょっと待って、これ写真撮んなきゃダメだよね。メナスメンバーデータ、ほら、こういうのも見れるんだ。トリプルレギュラー、トリプル、あ、伸びた見れる。ドキュメント001、伸び伸びた。現年齢12歳から。何歳だよ、それ。性別男性、物質界の住人、ヘリオスの最大の敵となる存在。戦闘能力も非常に優れており、ヘリオスの、総帥の正体を知っていることから危険度 SSS、トリプル S なんだ。はぁ、じゃあ、ここのメンバーは全部トリプル S なんだ。骨川すねよ、男性、物質界の住人、ドキュメント001の知人。知人。戦闘能力はあまり優れていないが、総帥の持つ秘密道具と呼ばれる未来兵器を何個か所有していることから危険度 WS とする。未来兵器なのあれって。道具じゃな、道具だけど兵器だったんだあれって。それ知らんかったな、ゴータタケシ。ドキュメント003、ゴータタケシ。現年齢12歳から男性、物質界の住人、ドキュメント001の知人。コードネームはジャイアン。コードネーム、かっこいい言い方されたな、あだ名のこと。でもあれ、ジャイコちゃんから来てんだよね。ジャイコちゃんの兄貴だからジャイアンなんだよね。ジャイアニズムと呼ばれる独占主義的な思想を持つことから危険度 SS プラスとする。そんな超えたら高いんだ。スネオですらそんな高いんだね、トリプルレギュラーとは。ヘリオスを滅ぼす三種の神器、ヘリオスを滅ぼす三種の神器とも呼べる存在のこと。命令なしでの交戦は禁止とする。マジか、そんなに高く見られてんだね。まあここら辺はね、ちょっと多すぎるから見なくてもいいかな。待って、必要、ちょっと待って、なんかひ、なんか、ちょ待って、ネタバレ踏んだ、ネタバレ踏んだ。竜って出てる、ストリートファイターの竜出てくるってことじゃんこれ。ちょっとネタバレ。ヘリオスさん、ネタバレ。待って、この先見たらさ、俺は今後出てくるキャラクター全部ネタバレで見ちゃうってことだよな。よし、見るのはやめる。さあ戻ってきたぞ。その前に他のとこ開けられるか試してみようか。開けられません。パスコードの入力ね。やっぱこれ入力させんのかよ。ここに来て、もう自動でやってよ、めんどくさいな。よし、これでしょ。やった、開いたわ。ももちゃん、シオンさん、もも怖かった。もう大丈夫だからね、こんな思い絶対にさせないから。あとはコスモスだけね。はい、ですがどこにいるのか通信にも応答してくれないし。ももちゃん、コスモスの居場所を特定できる？ダメです、妨害電波を邪魔をして位置特定できません。おいおい、妨害電波って、もしかしてこの子も行っちゃってるけ？行っちゃってる。ももちゃんは観察用レアリウェンで、つまり特殊な知覚能力を搭載した合成人間なんです。何？ロボットのようでロボットじゃない人造人間ってことか。はじめまして、ももです。うん、なんだ、あらま。おい、太ももみんな、いや、俺はアレックス。実はちょいとしたことがきっかけで、俺も君たちと一緒に世界を救うことになった。なんで下に行ってんの。なんでかかんでんの。それから今度から俺のことはお兄ちゃんって呼んでもいいぜ。あの、なんで姿勢を低くしていってるんですか。それは、はあ、はあ、姿勢を低くするとね、はあ、はあ、ああ。おい、パンツ見ようとしてんじゃねえぞ。予想はしてたけど、冬売りよりもひどいわね。冬売りすごい蹴り。何、円錐か、円錐か。円錐、どこだ円錐って。まったく、男ってのはちょっと肌を露出するとすぐに興奮するんだから、あんたはもうちょっと肌の露出を減らした方がいいと思うけどね。お互い気をつけましょうね、ももちゃん。あ、はあ、本当に教育に悪いわね、この人たちの動向は。話を戻すけど、コスモスやあなたはどうしてここに残されたか理由は知ってるの？ももたちは同じ作られたもので兄弟だから助けたいって、ヘリオスの総帥である青いロボットさんが言ってました。青いロボット、それがヘリオスの創設者なのか。まだよくわかりませんが、それにコスモスさんはヘリオスの仲間に入ったとも言っていました。
コスモスがやっぱり仲間に入ってるんだ。十分考えられるわ。コスモスといえども機械でできたアンドロイド、中のプログラムを書き換えれば洗脳することすら簡単でしょ。あ、洗脳？それは絶対ないです。え、どうして？コスモスさんも同じ作られたものだから。兵器として使われるのではなく、人として自由に生きたい。それがあの人の望みだから。モモも Y 資料渡したのかな。あ、でもドラえもんたちは Y 資料を欲しがってるけど、無理やり奪おうとはしなかったもんね。なんだか知らんが、とりあえず用は済んだんだ。とにかくみんなのいる最新部へ向かおうぜ。人探しはそれからだ。そうですよ主任、コスモスなら大丈夫ですって。そうね、行きましょう。コスモス、あなたに意思があるとすれば本当にヘリオス、兵器としてではなく人として、私だってあなたにそうして生きてもらいたい。まあ主任からすると複雑な気持ちなんだろうな。親心としては人として生きて、そのヘリオスに加担するその心を持ったコスモスを嬉しく思う反面、まあ敵になってしまうみたいな。他開けられんの？あ、無理なんだ。うわ、これセーブあるってことはボス戦じゃん、絶対。絶対そうでしょ。あ、違うかも。お、なんだ？なんだろう、なんか来たな。なんだ、急にめまいが。この感覚、もしかして。何？昼弁当なんとか？昼弁当アフェクションだっけ？それは違うか。何？何？で、なんじゃここは？主任、これはもしかして。間違いないわ。ここはエンセンフェロン内よ。なんだエンセンフェロン内って。エンセンヘロン？なんなのそれは。ネットワーク内に構築された仮想現実空間のことです。私たちは今、この空間にダイブしたみたいなんですよ。ほう。でもそれはあなたたちの世界の代物なんでしょ？いや、これ、コスモスだろ。ボスマジコスモスなんじゃね？エンセンフェロンはかなりの高度な情報処理システムを用いるわ。いくらヘリオスでもこれを作るのは不可能よ。だとすればこれはコスモスのエンセンフェロン内。あ、コスモスできた。うん、なんか目おかしいよ。なんか様子が変だぞ。やっぱり洗脳？コスモスさん、返事をしてください。みんなで助けに来たんです。シオン、痛みは私を満たしてくれますか？何を言ってるのコスモス。私は死ぬとどこへ行くのでしょうか。アンドロイドだから。そもそも私にとっての死とは何なのですか。もう武装モード。まさかコスモス、僕たちと戦う気じゃ。そうか、わかったぞ。何？何がわかったんですかアレックスさん。痛みっていうのは時には自分が生きているっていう感覚を与えるものになるんだ。だがこの女はロボットで痛みというのを感じたことがない。だからコスモスは今生きる実感ってのを探してるんだ。生きる実感？何その急になんかアレックス真剣じゃん。これなんかギャップだな。痛みって意外と快感なのよね。ちょっとあんた別の意味だろ。おい、もしかしたら欲求不満なのかもよ。ちょっと R18 にあげないでください。じゃあ戦うしかないってことね。でもそんなこと。バカ野郎、あんた開発者だろ。たとえロボットであってもてめえの娘同然の存在だろうが。そいつが今必死で人間に近づこうとしてるんだ。それを手助けしてやらねえとどうする。なんだ急に、お前急になんかかっこいいな。わかりました。コスモスが自分の意志でそれを望んでいるのなら私も戦います。行くわよコスモス。あなたは痛みを感じることができますか？めちゃめちゃなんか BGM 悲しい感じだね。まあ、あれだよね。主任からすると、その、コスモスにずっと人間っぽくなってほしいみたいな感じのこと言ってたから、コスモスがだんだんその人間の感覚を知ろうと頑張ってるから、コスモスの望みを叶えるには戦うしかないってことだね。いやー、それは、辛いね。じゃあ今から、生きる実感ってのを与えてやろうぜ。行くぞ！